あなたがヒアーネさんをあんな風にしたのか。絶対に許さない。ダメだ、ことか。その行動は許容できない。それにここは警察署の前だ。一時の感情で全てを台無しにしたらダメだ。パトさん、話してください。この人は、ヒアーネさんを殺したんですよ。私は見たんですよ。この目で、あの人の記憶を。そうか、でも銃を出して何をしようとした。もう許せないんです。私の人生をここまでめちゃくちゃにした人を。私が、粛清を。バカなことを言うな。復讐は別に構わないさ、文句はない。俺は復讐は何も生まないって言ってる奴らの綺麗事なんてクソだと思っているタイプだからな。だけど今ことかのやろうとしていることは逆恨みだ。一方的な恨みだ。根拠が乏しい。断片的で、感情的に動き、判断しすぎている。その行為に正当性を唱えるのは間違っている。冷静になれ、怒りで我を忘れるな、ことか。パトさんは、私を信じてくれないんですか？気になるなら思考を見てみろよ。俺はことかに嫌われる覚悟で叱っている。間違いを間違いと教えてるだけだ。冷静になろう？それでもう一度考えよう。それまで俺やみんなも一緒に考えるからさ。わかりました。いい子だね。だけど今伝えたいことは伝えておいで。それは大丈夫だから。どういう結末になっても俺はことかの味方だから。ね。はい、わかりました。また、お前か。お前がことかに何か吹き込んだのか。違う、ここまで来たのはことかの意思だ。そしてさっきまで言っていたことも感情的とはいえ、ことかのずっと抱えていた本音だ。ふん、親不孝者だな。恩をあだで返すとはな。あだ、何を言っている。因果応報だろ。一方的な恩でなんでことかが感謝しないといけないんだ。ことかは何もわかっていない。だから自分が不幸だと思い込んでいる。関係ない。どれだけ今のことかが恵まれているか知らないけど、それをことかが実感しなければ意味ないんじゃないのか。だからお前は若いんだ。親にもなったことない奴が親の気持ちがわかるか。それを一方的って言ってんだよ。あんたに愛情があろうがことかに1ミリも届いてなかったから実際こうなってんだろ。理解しろよ。ことか、黙ってないで答えろ。お前はどうしたい？私をもう気安くことかと呼ばないでください。私はあなたの言葉を信用できません。なぜなら私の言葉を全てあなたは受け取ってくれないからです。私はあなたの恩を受けた記憶がありません。なぜなら私はあなたのせいで孤独で辛い思いをし、生きてきましたので。ですが、金銭面で受けた恩はあります。だからそれらは全て返します。部屋も、あなたのお金で買ったもの全て、返します。だからもう、父と名乗らないでください。私の幸せをこれ以上奪わないでください。それが、娘として、最後のお願いです。お前は、何考えてる、手を出すなんて。いいですよ、パト君、これで生成しましたから。え、ことか。何考えてんだよ。なんであんたの考えを伝えなかった。ことかの勘違いだってなんで正さなかった。俺は白鵬さんにも考えがあって、だからここでことかと話し合えば少しは和解できると思ったのに。あれだともう取り返しつかないじゃないか。どうするんだよ。どうもしない。もういいんだ。もう取引はなしだ。ことかのことは好きにしろ。邪魔して悪かったな。待って、俺はそれを聞きたいんじゃない。なんでことかに本当のことを話さないんだよ。お前に言っておく。真実が全て相手のためになると思うな。なら社員さんのことくらいは話したらいいじゃないか。やましいことなんてないじゃないか。ことかは社員さんにだけ愛情を与えてるって悲しんだんだぞ。実際それを弁解する言葉は俺にはない。言い訳にしかならない。俺はあいつの父親になれなかった。もういいんだ。なんだよ、どうして話さないんだよ。なんで、本当にことかのために何もしなかったわけじゃないんだろ。俺はそう考えてたんだぞ。ことかのために俺に怒ったのは、何だったんだよ。これも俺の経験不足だからなのか。何が正解か全くわからない。一体何があったの？いやー、なんか部屋の契約更新し忘れたみたいで、今日から部屋使えないみたいなんだ。月下どうする？よければ俺の宿泊部屋あるけど。ことかちゃんも泊まるの？ああ、もう東京にいる間はずっとだね。でも服とか日用品はどうするの？全部売ったから、ないんだって。だから日用品はホテルのを使って。服は雪下とことかは身長同じだから服は借りて、下着は今寝るに行って、ゲールに作ってもらってるところ。そう、深追いはしない方がいいのよね。その方が助かる。すみません、月下先輩、いきなりこんなことになってしまって。私は大丈夫よ、気にしないで。そうだ、月下の荷物を運ばないと。だからかなと一緒に回収してくれないか。わかったわ。メリア、今日からことかと月下も増えるけど、部屋の割り振りは半々にしようか。いきなりですね、
構いませんが、今で10人ですから、ご主人の部屋で寝泊まりするのは誰にしましょうか。俺とコトカとゲッカとメリアとソフィアとミミだ。メリアは昨日相部屋だったのに俺が帰れなかったから飛ばされただろ。それで今日はソフィアだ。今日はこのメンバーで寝よう。それにこれだけメンバーがいれば縁なこともされない。常識人もいる。大丈夫、俺も安泰。ご迷惑おかけしてすみません。大丈夫ですよ。コトカちゃんは専属品なんですから、気を使わないでください。お金が、一日で一回何十万飛んでいくんでしょうね。お金なら大丈夫。父さんに言って、悪神教討伐報奨金をくれるようになってるから。そうでしたね。そこの報奨金がまだでした。もらいましょう。ぜひもらいましょう。まあ、さっきその中の数万はコトカに渡したんだけどね。パト君、移動中に計算したのですが、今までに私にかかった費用6000万ほどあるのですが、どうしましょう。6000万、待って、さすがにそんな大金は。父さんに聞いてみる。父さん、6000万ってお金持ってる。お前、とうとう女神を滅ぼしたか。他に気の悪いこと言わないでよ。一応パトたちは東京に来て、悪神教4名の討伐が認められているからな。250億の報奨金があるが。それもらう、すぐもらう、頼む、すぐに振り込んで。ふふ、249億。これだけあれば遊んで暮らせますよ。俺の目の前に大金で喜ぶ全知全能の神が一人。地に落ちたな。郷に入っては郷に従え、ですからね。たとえ偉い神でもちゃんとルールは守らないとですよ。それでみんなの成果はどんな感じ？せっかちゃんは今日はハクトシェーンさん、傷を治したヘルナさん3人と戦ったそうですよ。そうなんだ、結果は。無傷の完全勝利。無傷？せっかちゃんに反物質なんて聞きませんし、ヘルナさんの術なんてもってのほかです。そしてせっかちゃんの武術は2人の遥かに上、一方的でしたよ。ハクもシェーンさんとは互角でしたが、ヘルナさんには圧勝でした。お互いに回戦は問題なさそうですね。と言っても、ハクもセッカも2回戦はゲッカにメリア。メリアは大丈夫なの？セッカちゃんは手強いですね。ですがその分どこまで成長したか楽しみでもあります。そうだな、ゲッカとかは？ゲッカちゃんは昼からカナとソフィアと一緒に訓練させました。指導はネルが入りましたね。戦闘ではソフィアが圧勝。次にカナも次元を容赦なく使えばゲッカちゃんに圧勝。大会規模ならゲッカちゃんの勝ち。ってところです。カナの課題だな。バハートさん相手だときつそうだね。そうですね。各自に回戦前の訓練は問題ありません。それよりコトカちゃんです。大丈夫そうですか？その話は私も混ざろう。ネル、どうしたのですか？まずはコトカの話だ。あれは完全に目の能力が感情によって一時的に解放していた。そういえばコトカはネルを押さえつけていたよな。あれも目の力なのか。ああ、相手の動きをすべて見透かし、運動量を例にする、調和支配を応用した目の力だな。あとは特定のワードから相手の記憶で関係する記憶がないか探す力、記憶解析、視力は数倍上げ、標準を細かく定める、完全標準、自然エネルギー変換して自身のものにする、吸収の目。それらがコトカの目から発生していた。だが今はない。感情が落ち着いてまた目の力が閉じてしまったようだな。そうか、オーラ消耗は大丈夫だったんだな。自然エネルギーで補っていたからな。恐ろしいやつだ。あれで特性や能力が完全に解放すれば私でも厄介だ。私が喉から手が出るほど欲しかった人材ですからね。当然ですよ。正直、今回のことのような事案が何度も起きてはいけない。コトカはもう大会会場に行かない方がいい。確かにな。多分コトカもつくよみさんがいる限り会場には行かないと思うよ。数人でホテルに留守番してもらうことになるな。ならエテルとスティアを置いていこう。あいつらめんどくさがりだから留守番してる方が性に合ってるだろう。そうだな。そういえばネルってなんでここに来たんだ。主様が連れてきた幼女についてだ。ミミか、今ゲッカたちと一緒にお風呂に入ってるけど。そうか、ならちょうどいい。ミミを主様の第二の課題とする。課題。ミミの実力を主様が不在の時に試したのだが、実力としては確かに隊長クラスはある。むしろあれで、キデミン、なのが不思議なほどだ。原因があると？答えは単純さ。経験不足、技術不足、戦闘知能が低い。この三つだな。今は力技ででたらめに戦っているだけ。だから力の加減もできないし、後半はジリ貧になる、いわばバカということだ。ですが、ポテンシャルは本物と。ああ、ザガミガドルエデンの住人が従属になれば成長率が上がる。つまり成長しやすくなるんだ。それで主様の課題だ。耳を侍女として扱い、戦闘や日常の教育をすべて主様が教えろ。なるほど、今まで教わったことを誰かに教えることで再認識する、というのが目的ですか。正解だ。あいにくこいつはバカで何も知らない奴だ。主様の思う通りに育ててみせろ。
だけど大会でそんな悠長なことなんて。大会だけではない、大会後含めての成長だ。もう主様はこれ以上の大きなスキルアップは無理だ。どれも時間が足りない。あとは主様がどれだけ自分で気づくか、なんだ、優勝への道はそれが多ければ多いほど確率が上がる。それだけは言っておこう。そうか、わかった。それじゃあそうするよ。もうここからは主様より格上との戦いだ。あとは主様がどこまで相手に近づけるかなんだ。健闘を祈る。もう明日からはテルは呼ばない。ここから先は自らの力で切り開いてみせるんだな、主様よ。わかった、テルに世話になったって伝えておいてくれ。ああ、覚えていたらな。もうネルたちでも教えれるところまで教えた。あとは今の力で優勝するしかないってことですね。ああ、そうだな。だけど逆に言えばもう勝てる技術は得たってことだ。それを生かすも殺すも俺次第ってことだろう。なら挑んでやるさ。明日に改善、天の絵放火、絶対に倒す。メリは、毎度一緒に風呂に入ってくるな。主人が別々に入ったら皆さんの寝る時間が少なくなります。時短ですよ、時短。だから先にみんなと入れって言っただろ。話は後でもできるって言ったじゃないか。決めたことは一個なしです。お邪魔します。メリアさん、すっごく積極的なんですね。またメリアにやられたよ。いつもずるいよな。え、いつもこんな感じなの？数ヶ月前まではどうやって出し抜くか頭脳戦、策略、罠、実力行使、何でもありだったよ。でもそれをやり続けたらパトが夜寝れなくなったり、ビクビクしながら布団めくったり、お風呂のドア開けるようになってね。太陽が虫がいないか気にするあれー。どんだけパトを追い詰めてんのよ。それからアイデア制度になったんだよ。私は一緒にお風呂に入りたいだけなのに。十分原因の一つよ、ソフィアちゃん。なるほどな。隙間取ったら嫌がるんか。ええー、話聞けたぜ。パトさん、思った以上に苦労しているんですね。てっきり女性慣れして普通に一緒にお風呂に入ってると思っていました。はぁ、ことかちゃん、悪いけど今日パトの隣で寝てあげて、多分メリアちゃんが予売するわよ。これじゃあ、え、予売？気をつけてね、パトの隣で寝ると高確率でお胸にゴッドハンドされるから。ゴッドハンド？私は一度されてからパトの隣で寝るのをやめてる。だとしたらメリアちゃん懲りないわねー、すごいわ。みんな何の話してるんや。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。